日本女子が50年ぶり大快挙。決勝で最強中国を撃破し女子団体優勝。16歳、張本美和が2点取り、卓球アジア選手権。2024年10月7日、月曜日から10月13日、日曜日第27回 ITTF アジア卓球選手権大会アットカザフスタンアスタナ。結果速報。 第27回 ITTF アジア卓球選手権大会202410月7日月曜日から13日日曜日開催10月9日女子団体決勝で日本世界ランク2位が中国同1位おマッチカウント3対1で下し優勝を果たした 準決勝で難敵インドを下して勝ち上がった日本は決勝で絶対王者の中国と激突。中国に勝利しての優勝となれば、1974年横浜大会以来、50年ぶりの快挙となる。第一試合は、張本美和、16イコール木下グループ、世界ランク7位、太陽芸道、27イコール同4位。 今年4月のワールドカップでは4-1で勝利しており、長本にとっては相性の良い相手だ。第1ゲームは相手の回転量の多いドライブに押されて落としたものの、第2ゲームはバックタイバックのラリーで粘り勝って奪い返す。続く第3ゲームも順横サーブを効かせて長本が大手をかける。第4ゲームは相手の粘りに屈したが、 最終第5ゲームは再び長本のペース。終盤で8-3から8-9と逆転を許したものの、最後は強気の攻めを貫き長本が勝利。日本チームが大きな1勝目を挙げた。第2試合は、伊藤美馬、23イコールスターツ、同9位。が、5日前のチャイナスマッシュでストレート負けを喫している孫英佐。 23イコール同1位と対戦。前回は相手のパワードライブに対応できず完敗だったが、第一ゲームからキレのある両ハンドを見せた伊藤が先にゲームポイント。しかし、次のプレーは決めに行った回り込みフォア強打がネットにかかり、僅差でゲームを落とす。世界女王相手に潜在一遇のチャンスを逃した伊藤。 第2、第3ゲームも受け身にならず、積極的にフォアで回り込んで攻めたが、孫の猛攻を止めることはできず、ストレート負けとなった。第3試合は、平野美宇24イコール木下グループ、同12位が登場。相手は過去6戦全敗、直近3試合はすべてストレート負けを喫している難敵。 鎮行動、27イコール同6位。難攻不落の両ハンドを誇る陳に対して、積極的にフォアで回り込んで果敢に攻めた平野が第一ゲームをダッシュ。第二ゲームも終始優位に進めて先にゲームポイントを奪ったが、陳のバックブロックに阻まれゲームは奪えず。第三ゲームは相手の巻き込みサーブに苦しみながらも、 攻めに通した平野が競り合いを制すと、第4ゲームも勢いは止まらず7-1とリード。最後は3球目フォアドライブを決めて、平野が勝利。日本が2勝目を挙げて、中国を相手に王手をかけた。続いて第4試合は、第1試合で勝利を挙げた張本美和が世界女王、孫英さに挑んだ。 孫に対しては6度対戦して未だ未勝利だが、中国に大きなプレッシャーがかかるこの場面であれば、張本にも大いにチャンスはある。互角の打ち合いとなった第1ゲーム、張本は得意のバックハンドで応戦したがあと1本が奪えず9対11で落とすと、続く第2ゲームも相手の早い攻めに押されてゲームを連取される。ゲームカウント0対2と追い込まれたが、 ここから16歳の怪物が覚醒。第3ゲームは前半で長本がリードを奪うと、孫が強烈なフォアドライブを叩き込んで逆転を許したところで日本ベンチがタイムアウト。そこから長本が5連続ポイントを上げて、ゲームを奪い返す。第4ゲームはレシーブから積極的にチキータで仕掛けて、 ラリーではストレートのボールを混ぜて相手を左右に揺さぶりゲームをダッシュ。ついにゲームカウント2対2のタイに追いつく。勝負の第5ゲーム、消極的になった孫に対して、落ち着いてコースを突き、ラリー戦で相手のミスを誘った長本がリード。96では長本のボールがエッジインとなりチャンピオンシップポイント。 最後はラリーで孫のバックハンドがネットにかかり、長本が孫に初勝利。そして日本の優勝が決まった。幾度となく決勝の舞台で中国に敗れてきた日本女子がついに高い壁を突き破り、頂点に立った。アジア選手権女子団体決勝。日本3-1中国。5試合制、参戦戦勝。第1試合。 張本美は3の二応芸道。ン1 1分の11マイナス11分の7マイナス8分の6マイナス11分の11マイナス9。第2試合、伊藤美馬ロの三孫栄差、10から6分の12マイナス5分の11マイナス11。第3試合、平野美宇三の一鎮行動。 11-10分の9-12分の12-11分の10-4。第4試合、張本美は3の2尊 A さ。96分の11-11分の11-11分の8-11分の7-6。第5試合、伊藤美馬、大芸道。